まず犠牲となられた方々のご冥福をお祈りします。そして被害に遭われた全ての方々に対しましてお見舞いを申し上げたいと思います。テロは断じて許すことはできません。困難な状況を迎えておられるプーチン大統領、そしてロシア国民の皆様と日本は共にあります。国際社会としっかりと連携をしながらテロと戦っていなければならないと思います。